さんこんばんは。それではですね、休日シリーズ最後3作目、頑張ってアフレコを入れていきたいと思います。最後の動画はね、約ね20分ぐらいあって、ちょっと長めの動画ですけども、よろしければ最後までご視聴よろしくお願いいたします。私はですね、ラーメンを食べてすっかりお腹を満たして満足して、こっちにね行くのをやめました。そのままね、四万十市にね帰ることにしましたけども、北海沿いの道をね通って帰るんではなくて、今ね山沿いの道を通りながら、四万十市の方に帰っております。でなぜこの山沿いの道を通って帰っているかというと、このね帰りにね一軒寄りたい場所があったので、そこをね今目指して行っております。この山沿いの道はですね、この四万十川の上流部分にあたってですね、非常にこの道沿いは四万十川が流れて綺麗な景色が広がっている場所です。これをしばらく進むと、四万十町東和っていうところがあるんですけども、そこのね道の駅に車を止めさせてもらって、そこから自転車でね向かいたいと思います。で帰りにね道の駅で買い物をして帰りたいと思っております。さあ道の駅東和に到着しました。ここからね、距離でね1キロぐらいの場所があるんですけども、土佐内刃物って聞いたことあるでしょうか。あのね高知県はねその刃物が結構ね伝統工芸品の一つされていて有名なんですけども、この近くにねその土佐内刃物を作っている鍛冶屋さんがあるのでね、そこをね以前から、気になっていたんでね、ちょっとね行ってみたいと思います。それでは出発。場所はですねこの東和温泉というのが道沿いにあるんですけども、そこの手前の橋を右に曲がった場所です。こっちですね。で渡り切った場所にこのまあマップがあったんですけどもね、こういう東和健康とゆとりの森総合案内、この橋を渡ったね右手にあるすぐね近くの右手にある場所です。こちらです。でこっからの動画はねもうすでにね挨拶をしてちょっとね 2,30 分話をした後にね最後ね撮影させて、撮影 の, 許可をいただいて、今撮影をしております。こんにちは。この方が、旦那さん、ご夫婦でやってるんですけども、菊池、さんご夫婦の菊池優さんですね。僕よりね若い。失礼します。いつから中入って。実際火がついてるんですよ。ちょうどね作業をしている風景をね撮影させてもらうことができました。そうです、ね。です。ナタの始まりです。へえ。五寸五分のナタができます。これで。この材質は何なんですか。材質はね、極軟鉄といって、これはすごい柔らかい鉄です。お柔らかい鉄と、すごい硬い刃になる鋼っていうものを貼り付ける。へえ。
張り付いた線が ここにあるの分かります、うんうん、それにこれが乗っかってるんですよ。あ、これの上にこの鋼を乗せて貼り付ける。それが型場の作り方。うん、両刃はこれがすごい柔らかいやつ、極軟鉄にすごい硬い鋼を入れて、これが両刃のなたになります。これが刃になる。なんかね、もう思わずね、こう言葉を失うというか、もうかっこよすぎて、ついね、言葉を失いました。職人技ですよ、本当に。なんかね、この工房もかっこいいんですよね。上にはこうやって、これは木を乾燥させてるんだと思うんですけども、ね、木を作ってました。で、この菊池ご夫婦はですね、この四万十町の出身ではなくて、県外からね、移住をされて来られた方で、この旦那さんの優さんは、神奈川県横須賀出身みたいですね。2015年に地域おこし協力隊として四万十町東和地域に来られたみたいです。で、このつなぎを切っている方が奥さんです。でね、ここの鍛冶屋のね、魅力は、あの旦那さんがこの刃先を作って、奥さんがその刃をね、しまう鞘、しまう鞘と、あと持つ柄の部分をね、作ってるんですよ。でこの夫婦で一つのね、刃物を作ってるんですけども、このね、鍛冶屋さんの、刃物はですね、メインがね、ナタを作ってるんです。ナタっていうのは、あの山市でよく使われている、道具なんですけども、大木を切った後にね、枝を切ったり落としたりね、するのに使う、ね、道具です。なんかもう名前は分からないんですけど、この機械画がかっこいいですよね。このベルトのベルトハンマーみたいな、あれでカツカツ叩いて形を作っていくんですけども、まあ、僕もね、全くのね、素人なんで、その何を聞いていいのか分からないんで、とにかくね、もうかっこよすぎて、この二人の作業風景が、もうなんかとにかくかっこいいんですよ。なんかね、なんか全く関係はないんですけどね、天空のラピュタを見ているような、なんかオープニングにこういう工場みたいな、工場みたいなところが出てくるシーンがありますけども、なんかそういう、なんかこうワクワクするような感じを受けましたね、見ていて。なんか新たな物語が始まるような、で、このあのね、鍛冶屋のね、名前がかっこいいんですよ。土州辰秀っていうね、屋号なんですよね。僕はね、その初代の人の名前かと思ったらね、
その屋号だったんですよね。でこの菊池ご夫婦がその土州勝秀の3代目になるそうです。で2代目がその土州勝秀を始められた、息子さん。あとでねパンフレットがあるんですけども、そのパンフレットの方が2代目、その2代目にね弟子入りをして10年ぐらいかな経った、今こうやって自分で鍛冶屋を開いてね夫婦で営んでいるんですよね。奥さんがこっちの場所で絵を作ってます。非常にねアフレコが下手でね、しどろもどろになっていて、本当にこう伝えたいことは伝えられないんですけども、まあちょっと自然体で一発撮りでお送りしております。まあこういう職人技はねもう言葉はいらないですよね。もう見ているだけでねワクワクします。そうしてるうちにね、僕みたいなねこの見学をするしたいっていう方がねご夫婦でね来られて、ちょうど今来たところです。ちょっと邪魔になるんでね、こっちの、見本とか置いている場所にね移動してちょっとね作品を見たいと思います。もうこの時点では僕はもう注文もしてオーダーした後だったんで、いろいろ説明を聞いて、片刃と両刃とあってね、あとナタも腰ナタっていうその枝を切ったするナタと、あと剣ナタっていうとイノシシなんかを仕留めた時にねこう血抜きをしたりする剣の形をしてナタと2種類をね主に作っているんですけども、僕が注文したのはねこういったナタです。でこれはね右利き用のね片刃なんで、僕左利きなんでね新たにね左利き用のナタをねオーダーしました。だいたいね3ヶ月ぐらいかかるそうです。非常にねかっこいいんですよね。この土州勝秀っていうね名を刻む、名を打つっていうんでしたかね、名を刻むか名を打つかこう刃物にね書いてるんですよね。デザインがねかっこいいんですよね。とにかくこのナタ絵の部分とかもね全部手作りで奥さんが作って、ちょっと奥さんのね作業風景も撮影させてもらいました。奥さんももう長いんですか？いや私は3年ですね。あ4月で3年。今日は手伝うつもりなくってこっちに来たんですよ。旦那にくっついて結婚は、うん、もうこっち来る前にもしてて平穏に暮らしてたんですが、家事をやりたいって言うからついてきてね、まさかこんな手伝うとは思ってません。大阪でしたかね？いや、横須賀。あ、横須賀、はい、横須賀です。横須賀で知り合ってで向こうで結婚して、すごいですね。でも3年でここまでできる。いや、だってこればっかり毎日ですもん。その鞘を作る師匠がいたんです。もともと旦那の師匠が全部一人でやってて、で旦那もそれを手伝ってて、それでやり方を覚えるじゃないですか、うん、旦那が。でその旦那から私が教えてもらって。旦那さんもできるんですか？全部私の方が今では上手です。今これ、すげたとこです、ちょうど。いらっしゃった時は
まだね、過ぎてなかったんですけど。竹割り。竹割りの。竹割りのなた。竹割りのなた。うん、なた。竹割り包丁とかって言ったりもするんですけど。両刃のやつで。なんか綺麗ですね、まっすぐで。ね、まっすぐで。こう、もう木が、輪っかの中にもパンパンに、はまり込んでます。あ、で言ったらもうこれだけで振ってもこの元のこの首のここのとこでがっちり固定されてるんで、あの振ってこれがすっぽ抜けるってことはないですね。ここでもうすでにがっちり食い込んでるので、で最後ちょっと完成したらここにおまけで首を一本打って抜けないように、一応抜けないように、うんうん、しています。ここもぴったりで合うように全部感じで輪っかがもうね決まってるんですよ。このなたにはこの輪っかって言って、合わせて全部作ってて、普通はこれも合わせる。輪っかも、輪っかはあの別で買うんです。いや、そこも作るんですか。全部です。言ったらね、ここに一番衝撃が加わるんで、ここが丈夫じゃないとダメなんです。あ、なるほど。で、それを補助するのがこの輪っかで、で、この長さ、厚さ、それを測って、で、パイプを切って、ステンのパイプを切ってから合わせてこれをね、叩いて、焼いて叩いて形を整えるんですよ。で、こう。こっち側が狭くって、お尻の方がゆるゆる。先の方が狭くて、お尻の方が広いっていう形になってます。いいですね。で、これがもう本当ギリギリのところまで攻めて作ってるんで、輪っかはもうね、このぐらいきつくないとダメなんですよ。これ、こっちが。これで、さっきやってましたけど、入れるときにここをバシバシ叩いて、で打ち込んでいく。無理やり言ったら木とこの刃物の部分と、また木でサンドイッチして、でそれがこの輪っかの中でパンパンに、言ったらこれ以上やるとこの割れるぞっていう一歩手前ぐらいまで迫ってます。ちなみに、はい、ちょっとね、地元の方がね、ナタを持って研いでくれって来たんですよね。それぐらいやっぱりこう地域の方に、ね、愛されているんですね、やっぱ鍛冶屋っていうのは。もう農作業だとか、いろんなことにやっぱりもう使う必需品なんでしょうね。3本持ってこられました。これも何十年も使っているやつなんでね。あ、これがあれかな、すごい。おんちゃんっていうのがね、師匠のことなんですね。これがおんちゃん防ぐね。違うかな、ヒデボーダ、初代かな。これもおんちゃんなの。これもおんちゃんか。ちょっと微妙だけど、おんちゃんかもう何十年も使う。そうなんですよ。普通じゃ、あの初代のナタもコツコツ出てきて、100年近く前のものが使える。ずっとここにあったんです、工場は。工場は、ここは自分たちが建てた工場で、師匠のは、あの来る途中ちょっと仕事が入ってから、ちょっと広かったりして、そこのね、中のものがないんです。やっぱナタは来る。やっぱ火使ったり煙出るんで、ちょっと離れたところにうちは建てよう。これちょっと分かりにくいけど、鋼がね、しっかりここまで入ってるから、どこまで使えるって言ったらもうここまで。トイレトイレ、まだここまで。あれで大丈夫ですか、予約は。見てみますね、はい。本当にこの奥さんもね、旦那さんも。中村です。いい方でした。よし、オッケー。よし、そしたら、
あのこの梶谷さんのね詳細はねあの概要欄に貼っておきますので、ぜひね興味ある方はねチェックしてみてください。ナタはねいろいろ使えるんで、キャンプで巻き割ったりもできますし、あとね僕はなぜねナタを買おうかなと思ったかというと、こう山で木を切ったりするときにあの草刈り機ではちょっと枯れないような太い枝だとか、じゃあありがとうございました。また連絡いたします。お願いします。あのチェーンソー引っ張り出して切るぐらいなんか大げさなことは、奥さんありがとうございました。よろしくお願いします。したくないんでね、あのそういう時にねなたがったらいいなと思ってね、今回ね買いに来ました。3ヶ月ぐらい経った後に出来上がるそうなんでね、楽しみです。ということでね、本当に慣れないアフレコをやってみた休日シリーズでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画をよろしくお願いします。失礼します。